登校よりブサイクニート不登校よりブサイクニート、俺が仮にブサイクニートだとしてもブサイクニートと不登校は多分一緒ぐらいだと思う。で、学生の職業は学生なんだよ。職業欄書くとこに学生ってあるでしょ。で、学校の14義務教育とかの人たちの職業欄は学生なんだから、そうだ、それ仕事してないと同じことだよ。だって国民の三大義務を守ってないのも、国民の三大義務に教育ってあるからね、それ守れないんだから。うん、だから君、まあそっか、国民の三大義務とかも習わないか。そうか、学校行ってないもんな。あ、綺麗なお花、お花でも見てましょうね。お前お花見るってあれだもんな、トイレであのお母ちゃんが買ってくるあの消臭のスプレーのロゴでしかお花とか見たことないもんな。実際のあの草原に生い茂ってるあの綺麗な木々とか花の香りとか、そういう見た目とか美しさとか春夏秋冬を楽しむことできへんもんな。トイレのなんか消臭のロゴだけだもんな。あ、お母ちゃん、今回はラベンダーってお花なんだ。ラベンダーってなんかあれだね、なんかつぼみとかなんか花びらとかじゃなくて、なんか立てるのが面白いね。ほら、あらら、お母さんちょっと病気持ちだから、あ、そうなんだ、うわい、ラベンダーいい香りだね、お母ちゃん、かぁかぁぐぃぐぃぐぃ、ケイニーや。